負けた時まずチーターが疑う。急に横から別歯が出てくる。突然ジャンパーで飛んできて、次のカットでもう舞台全滅。ゴールドになってプラチナなって、次第に沼ってゆく。モノクロの映像、淡い映像、役でぶち上がる映像。無意味に無視するよね。エペックスレジェンズにおける女の子の誘い方講座。はい、サカス見つける、フォローリク送る、ここぞってところでリプ送る。探す見つける、フォローリク送る、ここぞってところでリプ送る。二舞台でチャンピオン争って、最終的に殴り合う。仲いい人とかお世話になってる人をダイヤまで借りする。ヒートシールド何枚か並べて、すごいやつ立ててみる。あっち間に合わない道の先にジャンパー置いとく。クリエーション、クリエーション、クリエーション、パーティーとクリエーション、クリエーション、クリエーション、連携が毎回絡まり合い、手を取り合い、ドンピシャのタイミングでパン、はい、ジャンパーいただくような、揺るぎなき生活リズムは止めどなく狂い、二つの眼差しはプレマスへの想い、全プレイヤーに届け。そしてクレーバーを画面にぶつけとけ、気に入ってるキャラを画面いっぱいに貼り付けて、感受性揺さぶれ、ドーム貼っとけ、ショットガンもとけ、ジブラルタル笑顔が素敵。壊せ燃やせ、扉越しに儚げな顔、とりあえずとりあえず目的もなく仲間を殴れ、何らかのテーマを持った何らかのキャラクター。わあ、何のメッセージ性やこれ。どういう気持ちで見たらいいの。もったいないもったいないもったいない、何のメッセージ性やねんこれ。引いたと言ってはいるけど、本当は引いてない。バナーを拾って生き返る。はい、どうせランクでヒューズ使うんでしょ。どうせね、まあ別にええけどね、せめて暑ささしてくれ。ええけどね。いや、カラスうるさ、主審が来とる。